メアリー・ルー・レットンはアメリカ合衆国の元女子体操選手。オリンピックの女子体操競技において個人総合タイトルを東ヨーロッパ以外の選手が獲得したのは彼女が初めてであった。レットンはウェストバージニア州フェアモントでイタリア系の家庭に生まれた。父親のロニーは石炭産業の輸送設備会社を経営していた。彼女は2008年12月現在、 テキサス州ヒューストンに住んでいる。ヒューストンの不動産業者、シャノン・ケリーと結婚し、シェーラ・レイ、マッケナ・レーン、スカイラ・ラブ・レイ、エマ・ジーンの4人の娘がいる。ロナルド・レイガン大統領、オリンピックアメリカ選手団とレットンは、テレビで見たナディアコマネチに影響を受け、地元フェアモントで体操を始めた。彼女は、ゲイリー・ラファロスキーのコーチを受けた。その後彼女は、 ルーマニア人のベラカロリーとマルタカロリー夫妻の指導を受けるためにテキサス州ヒューストンに今日移す決意をする。夫妻はアメリカ合衆国に亡命する以前はコマネッチのコーチをしていた。カロリー夫妻のもと、レッドンはすぐに国内で頭角を表し始めた。1983年のアメリカンカップに勝ち、同年の US ナショナルズでもダイアンダラムに次いで2位に入った。 しかしレッドンは手首の負傷により1983年の世界選手権出場は見合わせた。それでもレッドンは1983年の日本の由緒ある中日カップと1984年の全米クラシックで勝利を収めた。1984年にアメリカンカップに連覇し、全米選手権と全米オリンピック選考会も制した後、レッドンは 手術を余儀なくされる負傷を膝に負った。しかし1984年のロサンゼルスオリンピックまでには回復し、間に合わせることができた。大会では全米の監修の期待の前で、レッドンは個人総合タイトルでルーマニアのエカテリーナサボーと接戦を演じた。段違い平行棒と平均台で遅れを取りサボーを追うレッドンは、 続く床と跳馬で満点の10点を叩き出し、わずか0.05ポイントの差でタイトルを勝ち取った。このオリンピックで、レッドンは、さらに4個のメダルを獲得した。団体総合と跳馬の銀、及び床と段違い平行棒の銅である。この活躍により、彼女は、スポーツイラストレーテッド氏より、スポーツウーマンオブザイヤーの称号を授けられた。 彼女はウィーティーズのパッケージに登場し、このシリアル食品の初の公式、スポークスウーマンになった。彼女の小柄な体格は、スポーツ紙でジョークのネタにされた。いわく、彼女の実物大の写真は、ウィーティーズの箱で見ることができます。新人深いバプティストで、熱心なキリスト教右派であるレッドンは、レーガン政権の率直な支持者だった。人気絶頂の時に、 ロナルド・レーガンを支援する様々なテレビ広告に出演した。レッドンは2004年の共和党全国大会の第2夜に同僚の元体操選手で1996年アトランタオリンピックの金メダリストケリー・ストラグと共に忠誠の誓いを述べた。地元フェアモントの人々は彼女のオリンピックに向けた努力の支えとなった。の通りや公園には後に 彼女の名が付けられた。レッドオンは1985年にアメリカンカップで、先例のない3連覇を果たした後に現役を引退した。彼女は、その後、映画、3人のゴーストや、裸の銃を持つ男33 1 3最後の侮辱に亀を出演している。またオリンピックの後、テキサス大学オースティン校に通い、テレビの体操競技中継では、常連解説者となった。 1990年代、レッドンはアメリカのドラッグストアチェーンレブコのスポークスウーマンを務めた。1992年にはナショナルイタリアンアメリカンスポーツ電動のメンバーとなった。そして1997年には国際体操電動入りを果たした。2002年、レッドンは p b s で夫と共に作ったシリーズものの子供向けテレビ番組メアリー・ルー。 S フリップフロップショップに出演した。シリーズはヒューストン PBS により制作され、当初13回は予定されていたうちの5回だけが放映された。現在は DVD などで見ることが可能である。レッドンは股関節形成不全症を抱えて生まれ、状態は長年の競技生活でさらに悪化した。痛みが増加したため、彼女は30歳代半ばで、 左側の股関節を人工股関節に置換する手術を受けた。レッドンはまた過活動膀胱と関節炎に苦しんだ。彼女はこれらの病気の治療を広めるためにバイオメット社とファイザー社に雇われスポークスウーマンとなった。2008年10月、彼女はバイオメット社のワルシャー工場を訪問し、彼女の人工股関節を製作した技師たちに会うことができた。 段違い平行棒には、レッドンフリップと名付けられた技がある。堤防の反動で、フロントフリップを行い結果的に、工房の上に座る形になるものである。ありがとうございます。